私は世界自然遺産屋久島で料理人をしています。世界中から大自然を求めて人々が集まる神秘の島です。旅先の素敵な思い出にはその土地であったり人々の粋な計らいがあるのではないかといつも考えています。私が作る料理は冷製パスタ。シンプルに大胆に屋久島を味わえるものです。そこに屋久島が北限、世界最大の巻貝、夜光貝を使います。今回は自分で夜光貝を取ってみたく漁師さんに同行しましたが、結果黒潮に揉まれ見事に敗退しました。命がけで潜る漁師さん、そんなことをおくびにも出さず笑顔で持っていきなよと言ってくれる粋な姿に感謝しつつ使わせていただきました。夜光貝は柔らかく煮込んだものと生の食感を、パスタは肝をベースにしたソースでまとめます。島内で採れた有精卵はポーチドエッグにし、トリュフの香りをふんだんにまとわせます。卵、トリュフ、夜光貝を結びつけるものが屋久島のサバ節を使用した地元の甘口醤油です。漁師さんや農家さんから託された粋と屋久島の海と大地の恵みをお皿の上に表現しました。私の料理人としての旅とは、土地、食材、人を知り、その粋を料理を通して形にしていくこと。旅を終えた時に、屋久島楽しかったね、あのパスタ美味しかったよね、なんて花を添える料理ができたら嬉しいですね。